名古屋市営地下鉄鶴舞線。鶴舞線は、愛知県名古屋市西区の上、小台駅から、愛知県西新市の赤池駅までを結ぶ、名古屋市営地下鉄の路線。正式名称は、名古屋市高速度鉄道第3号線。ラインカラーは、名鉄線と見分けがつくよう名鉄の色と区別した青、である。すべての駅で、マナコ、2011年2月11日に導入などの、 交通系 IC カード全国相互利用サービス対応カードが使用できる。名古屋鉄道犬山線を経由して、岩倉駅、茅森駅、富裕駅、犬山駅まで、名古屋鉄道豊田線、三河線を経由して、豊田市駅まで、それぞれ相互直通運転を行っている。日本の地下鉄で起点と終点の両方で、同じ鉄道事業者に直通している例は、鶴舞線の他には、 東京メトロ東西線、起点の中野駅と終点の西船橋駅の両方で、JR 線に直通しかなく、かなり珍しい。東京メトロ東西線は、西船橋駅側から、JR 総武線へは、平日の朝夕ラッシュ時のみの乗り入れであるのに対し、鶴舞線は、犬山線、豊田線双方とも、終日乗り入れを実施しており、これは、日本唯一である。高架駅の上、 お台駅を出ると、すぐ地下に潜り、浅間町駅付近までは、愛知県道63号名古屋港南線、名古屋市道江川線の下を通る。江川線には高速道路を地下に通す計画があったため、上に浅間町間は、地下鉄の上層に高速道路を通せる、よう、地下10メートルよりも深い位置に建設された。高速道路は、その後高架線として建設され、2007年に、 名古屋高速6号清洲線として開通した。浅間町、大須観音館は、伏見通、国道22号、国道19号の下を通る。大須観音駅を過ぎて、西大須交差点の下から大須通を通り、新道東向きに変える。荒畑川奈館は、山王通、名古屋市道山王線の下を通る。川奈駅を過ぎて、山中交差点の下からは、新道を、 南東向きに変え、飯田街道、国道153号の下を通る。上田駅からは、国道から離れ、東向きに進路を変える。終点の赤池駅も、地下駅となっている。また、赤池駅と日清工場は、名古屋市街の日清市にあり、名古屋市へ地下鉄で唯一名古屋市街に路線を伸ばしている。これについては、口述の通り、 やごと赤池間の免許を名鉄から譲り受ける形で開けしたためである。沿線には、大学が多数立地している、入中駅塩釜口駅間に所在する、南山大学、中京大学、名城大学など。また、直通運転先の名鉄豊田線沿線にも名古屋、松和大学、東海学園大学などがあることから、学生の利用が多い、以前は、三好市に、 愛知大学もあったが、現在は名古屋駅南の笹島ライブ地区に移転した。また、平張駅から市バスに乗り換えた先には、愛知県運転免許試験場、通称、平張試験場がある。平日朝ラッシュ時は、最短4分間隔で運行されており、朝の矢ご駅上前津駅間、夜の上前津駅、矢ご駅間は、非常に混雑している。 丸の内駅上前津駅後基礎駅間は終日にわたり混雑している。丸の内駅から上、小台駅方面は朝の都心方向と夕方以降の郊外方面は混雑するが、昼間時などは比較的空いている。名鉄線と相互乗り入れを行う計画が建設当初からあったため、ホームが8両対応であったり、車両が20メートル車であるなど、 余裕を持った構造となっており、名鉄と同じ機関線 67mm の線路とパンタグラフを利用した架空電車線方式を採用している。鶴舞線には可動式ホーム柵は設置されていないが、2021年度以降に設置が検討されている。また、LED 式発車表はすべての駅に設置されており、各種運行情報やニュースなどが表示できる。 なお、LED 式に更新されたのは、名古屋市営地下鉄の中で最も遅い。ただし、上、小田井駅は、名鉄の管理駅のため、他の駅とは、表示方式が異なる。使用されている接近メロディの曲名は、赤池方面が3台と、上、小台方面がファンタジーである。ただし、前述したように、上、小田駅は、名鉄の管理駅なので、メロディは流れない。 すべての列車が普通列車である。以前の内装式行き先案内板には、普通と列車種別の案内が表示されていた。朝から昼、昼から夕方に変わる、時間帯や深夜、早朝など、上記の間隔で運行されていない時間もある。始発と最終に、上信駅、矢ご駅を周期点とする列車が設定されている、上信駅始発はなく、同駅で、 夜間退泊した車両は、翌朝上、小台駅へ改装される。また、台風など災害時には、省内緑地公園駅止まりの列車が設定される場合もある。従来は、平日も土曜、休日も昼間毎時10本、6分ごと運行されて、いたが、2003年3月の改正で平日ピルマは、毎時8本、7.5分ごと、土曜、休日は昼間以降毎時6本。 10分ごとに減便された。平日夜7時以降は8分間隔になり、夜間は10から12分間隔に開く。また長年、鶴舞線だけが最終電車が早い、0時前に運行を終了する状況が続いていたが、2003年に他線と同様、0時30分頃までの運行となった。大晦日から元旦は終電後に終夜運転を行う。 30分間隔、鶴舞線内全線通し、ただし名鉄線への直通はを行わない、1996年、大晦日までは、名鉄犬山線と直通していた。名鉄のダイヤが改正されると、同時に鶴舞線のダイヤも改正されることがある、行き先変更のみを含む、かつては、毎時四本、犬山駅と岩倉駅が、各二本運転されていたが、上、 お台駅にすべての急行が停車するようになった2001年10月以降、上、お台駅での急行、準急との接続、乗り換えを優先し、犬山線への乗り入れ本数を減らし、原則として、平日、休日ともに、毎時2本ずつの運行としている。ただし平日の10時から15時台は、毎時1本になる。行き先は、基本的に、岩倉駅止まりであるが、 平日の朝と夕方、土休日は朝一本のみは、茅森駅行きや、朝、夜には犬山駅行きがあり、平日に一本だけ不送駅行きもある。土休日の朝には、固定駅始発が2本ある。昼間の上りは、現在のダイヤでは赤駅行きが多いが、夕方になると、豊田市行きが多くなる。名鉄犬山線内は、原則普通列車で各駅に停車するが、 2005年1月改正時より、平日朝に犬山線内で休行となる列車が岩倉方面行きで設定されるようになり、2011年3月改正時点では犬山行き休行3本と岩倉行き休行2本が設定されている。これらの列車はすべて名古屋市交通局所有の車両で運転されている。名鉄線内で事故が発生した場合など異常時には、 直通運転が取りやめられ、上、お台駅または赤池駅での折り返し運転となる。また、台風で名鉄線内が運休となった場合、庄内緑地公園駅赤池区間の地下、区間のみの運転となることがある。2004年までは、毎年8月10日の日本ライン、夏祭り花火大会や、大晦日深夜の初詣時に運行される臨時列車については、 犬山駅発着を延長し、犬山遊園駅まで直通していたことがあった。その後2008年までは、花火大会の臨時列車に限り新沼駅まで運行していたが、犬山駅直通が減少した2009年以降は、鶴舞線からの延長運転は行われていない。原則として、平日、休日ともに毎時4本が運転されている。ただし平日の朝、夕方、 休日の朝は本数が増え、早朝や夜間は本数が減る。平日昼間は上、小台方面から赤池駅行きと豊田市駅行きが交互に運行されるダイヤとなっている。休日は豊田市行きが2本の後に赤池行きが来る豊田市行きの2本に1本は赤池駅で時間調整。名鉄豊田線、三河線内は全列車が普通で運転される。 朝の一部の名鉄所属車両は、三河線、土橋駅の留置線に留置されている関係で、土橋駅発と与田市駅行きの普通列車として運転され、その後、豊田線、鶴舞線での運用となる一例は、平日の朝6時30分と与田市駅発車の列車。なお、かつて、上、小田駅が急行停車駅となった2001年以前昼間の豊田、線直通列車は原則として、 犬山へも直通していた。現在のダイヤでは、直通先は、豊田線方面のみが、基本型となっている。車両の規格は20メートル4ドアである。開業当初から名鉄犬山線との相互、直通開始までは4両編成で、これは、直通先の名鉄豊田線も同様であった。4両編成で運行されていた当時は、 交通局が3000系23編成92両、名鉄が100系6編成24両、1から3次車。この他に1991年製の4次車4、編成16両が在籍していたが、こちらの方は1993年7月の3500京州駅まで暫定的に犬山線や名古屋本線などで運用されていたを保有していた。その後、 犬山線との相互直通開始に際して6両編成化されることとなり、交通局側は3000型を4両から6両に組み替え、不足する分は3050系52両、6両編成、8編成と3000系の組み替えで余剰となった2両を組み込み6両編成とするための4両の申請で補われた。名鉄側は100系の中間車のみ20両を申請し、 4次車も含めた既存の車両重編成に組み込むことで対処した。また、1994年には、交通局と名鉄の双方で、運用増強時に1編成ずつ増備した。この結果、交通局は25編成、名鉄は11編成の保有となり、現在に至っている。また、鶴舞線の車両は、直通先の名鉄に合わせたため、すべて高運転台となっている。 いずれも鶴舞船内折り返し運用のほか、名鉄線直通列車にも使われている。名鉄線内のみの運行はない。このほか、1987年から1989年の間には先行して製造された桜通船6 0 0 0系、第1編成を試験的、暫定的に使用していたこともあった。この車両は、名鉄式 ATS を装備していなかったことと、 右側運転台であったため、鶴舞線内のみで用いられ、名鉄線には直通しなかった。また、2010年3月には同じく、桜通線所属で当時落成したばかりの6050型が試運転を行った。名古屋市営地下鉄鶴舞線の輸送実績を書きに表す。標中、最高値を赤、最低値を緑で表記。矢後と池間は、 新三河鉄道が昭和期に習得し、名古屋鉄道が継承していた矢後所も、後の豊田市間の免許を名鉄から譲り受ける形で開業した。残る赤池、梅坪館は名鉄豊田線として開業を見ている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。